三十六人が犠牲となった京都アニメーション放火殺人事件の裁判は。今日から初めての被告人質問が始まりました。殺人などの罪に問われている青葉真司被告本人の口から。京都アニメーションを知った経緯などについて語られました。京都地裁前から中継です。はい。初公判から三日目の今日の裁判は。先ほど一時間ほど前に終了しました。 今日は昨日に引き続き証拠調べが行われた後青葉被告に対する被告人質問が始まりました青葉被告の弁護士は事件直後に拘束された際の警察とのやり取りについて質問しました警察官に対しお前ら全部知っているだろうと発言したことについて弁護士からお前らとは誰のことが問われると警察の公安部などと答えましたまた 生い立ちについての質問では高校時代の友人の紹介で初めて京アニの作品を知ったと述べました青葉被告への被告人質問は今月末ごろまで行われる予定です以上中継でした京都アニメーション放火殺人事件の裁判は予備日を除いて24回開かれ判決は来年1月25日に言い渡される予定です